数、OK、この子の心拍数がさっき140で出てましたね、はい、このこれで、ね、どこだったかな、あ、心拍数140回、はいね、で1分間で140回で、まあこれ30秒だからその半分だから70回ぐらいのうち2回不整脈が出ます。ってことはどういうことかというと70回のうち2回空振りなわけ。心臓がギュッギュッギュッて収縮して全身に血を送ってますよね。その時にこれは全身に血を送れてない。でも この程度だったら全然元気にしてられるわけ。だけどこれが頻発してくると全身に血が送れなくなってくると体全体が低酸素、あの血を送るってことは酸素を送るわけだから、低酸素の状態になってくるとふわっとしてきたりとかちょっとしょんぼりしてきたりとかなってくる可能性。だからなんか今も一般状態観察してもらってるじゃないですか。食欲元気元気ですよね。だからそういうのを引き続き観察して、なんかちょっと元気ないなとか、なんかちょっと運動したらすぐハーハー偉い、ね、まあでも激しいからね、激しい、うん、偉がるとかね、しんどそうにするとか、それから習慣づけてほしいのは1日1回ね、顔色っていうか唇めくって歯茎の部分見てほしいんですよ、はい、綺麗なピンク色、赤みがかかったピンク色してれば心臓の調子がいいです、はい、だけど酸素が低酸素なんですよ。もし不整脈がたくさん出れば低酸素になる。そうすると赤み色が薄くなってくる、白っぽくなってくる、はい、歯茎ね、でもっとひどくなればチアノーゼが起きてくる。あ、そう、もう紫色、もうそれは本当に危ない状況なんだけど、そうなったらもう全然、あの元気さは保てれない。でもそういうのがちょっとさ拾えちゃうっていうのは申し訳ないけど、分かってるよ、普通じゃないかな、あんまり激しく。いや、本人が運動するならやっぱ運動はしてほしいです。だからそういう子は血圧が高いもんなんだけど、血圧ね、測れん子が多い中でこの子は測れたんですよ。なんでだろう。上が135、下が81、だから全然正常です。人間と一緒で140まで、140までが正常だから、下が80、僕と変わらへんこれ、だからいい感じ、はい、僕の血圧も80と130あ、そうなんですか、はい、130素晴らしいですね。昔60、80やった低血圧、なんだっけ白血球の数ね、13000、正常です。で、その内訳見ると9000炎症で増える好中球6200、全然正常です。リンパ球が5900、若干多いけど、これ多いのは早期に死んでください、はい、具合が悪いとリンパ球は下がってきます。下がるね、はい、だから短球、慢性の炎症で増えますけど520なら正常、高酸球260、これは寄生虫とかアレルギー疾患で増えますけど正常、だから数正常、内訳も正常、はい、時々数が正常でも内訳おかしい子いますので、血小板はどうですか。血小板、はい、これ、はい、血小板295,000、だからちょうどいいところになります。赤血球の数は736万、まあこれも正常範囲、はい、から赤血球の形も見るんですよ、はい、血液止まってね、そうすると大きいの小さいのとあります、はい、100個数えて1つか2つ大きいのが出てほしい、出てます。それから1つか2、100個のうち1つか2つ青く染まっててほしいけど出てます。これはあの骨髄から出た若い赤血球はちゃんと出てるということで正常です。血小板機械で測った数も正常だし、私が目で見ても普通ぐらいの数で出ましたんでいいと思います。で、あと残りの血液検査の結果はちょっとこの場では出ません、はい、でも多分6月に調べたばっかだから、そうです、ね、おそらくほぼほぼ正常範囲か、この間なんか、まコレステロールとか中性脂肪が低かったですよね。だそういうのは多分栄養状態改善されてるから正常に入ってる可能性ありますけどね。だこれなら手術できますんで、この子の予定は来週の水曜日、水曜日ね、はい、水曜日って朝絶食して連れてこることできます。できます。じゃあ、手術何日ですか。16ですね、9月16日の、朝の10時、はい、はい、10時に病院入ってもらえますか、はい、で、必ず今日として接触ね、はい、お水は飲ませていいです。はい、はい、それでこの日に手術します、はい、先にちょっと入院治療だけやらさせてもらってから午後手術して、で手術終わったら私が連絡させてもらいますので、ね、はい、でその後1日2日、まあ、翌日か翌々日に退院と思っておいてください。あ、結局もう一個抗がんありました。もう一個は多分ね、鼠径部って言ってここにあるやつが、なんかくるくるっとしたのありますよね、だからお腹開けることはないと思います、はい、でもしお腹開けなかんようだったらご連絡します、はい、ちょっとこれはもう術式が全然変わってくるんで、
だから1個取ってこの素形部にあるやつを開いて、それが睾丸だとおそらく思いますんで、そんでいきますね。で、あとは肛門腺ね、すごい溜まってました。いや、それはお見せしましたよね。すごい溜まってましたね。それとあとね、検査が終わってお部屋に入れてご飯お預かりしたの入れても食べない、緊張しちゃって今日緊張しちゃってあんなに食べる子が、うん、いやだから緊張して、うん、でもうしょうがないんで、ちょっともう一回出して、緊張を和らげるお注射があるんですよ、それを打ったんですよ、多分5分も死ぬうちに食べました。怖がりなんですよ、あの子。そう、怖がり。でお散歩看護師の子に行ってもらったんだけど、もう怖がりでちょっと危ないからもうすぐ帰ってきてもらったんだけど、こういうふうにこう後ずさりしちゃったんですよね。そうだね、かわいそう、うん、だから散歩もね、本当はねすぐ横で歩けるようにトレーニングしてほしいんですよね、ご褒美使いながら。引っ張るんですよ、だからあのポイントね、やっぱり食べてなかったんですかね、すぐ横でね、お座り待ってさせる、できたらご褒美あげる、でまた歩かせない、でお座り待てはできるんですよ、ね、ワンちゃん左側に行ったら人間の左足に注目させて、ここ叩きながらね、ニコちゃんここここって言いながら、人間が左足が犬のいる方の足から歩き出す、で一歩二歩歩いてすぐ横で歩いてほしいわけ、でもそこですぐ先に行っちゃったり遅れてくるんだったら、そこでもう一回また止めて、ご褒美あげてここここって、とにかくヒールポジションって言うんだけど、かかとね、かかとのヒールと言いますね、人間の左行ったりちょろちょろ、すぐ横で歩けるように散歩でトレーニング、その時にご褒美使ってほしいわけなんですよ、それをね やらんとちょっと危ないね、ああいう歩き方すると、事故が起きちゃうかもしれないから、散歩の時も、でトレーナーの人いるじゃないですか、ワンちゃんの、ああいう人たちにお願いすると、お願いしてるね、あ、お願いしてるんですか、最近ちょっとハマってるけど、今でお願いするとさ、まず散歩連れてくるでしょ、ワンちゃんを部屋でまでやってます。あ、本当。散歩連れてくケースも多いんですよ。で、何やるかってヒールポジションで歩く練習、ご褒美使いながらね。で、とにかくリードがさ、余裕を持って散歩が行けるように。人間がゆっくり歩いてたらワンちゃんもゆっくり歩くし、人間が急いだらワンちゃんも走ると。先に行ったり遅れないように散歩をさせてほしい。疲れてくると、まあ、ゆっくり歩いてくる、最初はね、でも最初からやっぱり、ね、そこをなんとかコントロール、だからそのためにご褒美っていうか、ドッグフードをねちょっとポケットに忍ばせてやらなきゃんですよね、というとこですね、じゃあでご飯は食べましたんでねだからちょっと遅くなりましたけど、絶対食べてないと思った、前あの子のことだね、いやだから本当はあのまま何もしかったら食べんと思います、そう、一気に食べさせた、はい、じゃあ出しますね